おはようございます。前回に引き続きね、今日もレンズの話なんですけども、前回はね、この富士フィルムの 23mmF2 の話をしたんだけども、その時にね、もう一個買ったレンズがあるよって言ってたんですけども、これですね、シグマの 90mmF2.8、 これの話をしていきたいと思います。まあ、この前と一緒でね、あの外観とか買った理由の話をしてから Vlog をして、最後にね、感想みたいな、そんな感じの流れでいこうと思います。ちょっと早速つけてみようかね。そう、もうね、つけて何回か撮ったんだけど、相当いいですね。かなり気に入ってます。こんな感じね、だいぶちっちゃいですよね。これで 90mm とは到底思えないから、この装備でさ、こう写真撮ってるとさ、周りの人からそんなに望遠で撮ってるんだとは到底思われないぐらいのサイズ感なんだけど、こんな感じですね、前から見てもかっこいいし、質感はね、だいぶいいですね。まあ、外観としてはここに絞りリングがあって、 MF、AF の切り替えスイッチがあって、ピントリングがありますよと。そんでレンズフードがね、結構でかくて、これほとんど全長と一緒ぐらいではないけど、全長の7割ぐらいありますね。こんな感じでフードをつけると、まあフードをつけてもね、十分小さいとは思いますね。ちょっと圧迫感があるから僕はそんなにつけないかもしれないんですけども、これのね、質もかなりいいですね、金属製で。でこのレンズを買った理由はですね、あの最近僕が撮ってる写真で、あの 100mm 前後の写真がね、すごい多いことに気づいたんですよ。まあ、つまり 100mm 前後の描写が好みなんだなっていうのに、あのやっと気づいて、それで 100mm ぐらいのね、レンズないかなっていろいろ探してたんですけども、まあサイズとか値段とかその辺をいろいろ考えた結果、このレンズにたどり着いたという感じです。で 100mm 前後の描写にね、なんで惚れ込んだのかっていう話なんだけど、あのね、このね、24-105mmF4 のね、 G レンズをいつもつけてて、でこれでサムネイルとか最近撮ってるんだけど、ほとんどね、やっぱね、この望遠端側に行っちゃうんだよね。まあ、90とか100とかそれぐらいに行って、やっぱね、50とか60ぐらいだとちょっと満足いかない場合が多くて、というのもね、まあ、最近はサムネイルをちょっとこだわり出すようになって、こうやって物をポーンって置いて、かなり遠くから歪みをね、なくして、あの望遠側でこうやってバシッて撮ってあげるみたいな、そういう使い方をしてて、やっぱり望遠側ってあの物がね、すごいシンプルに映るし、余計なものが入らないし、やっぱり 100mm 前後ってすごい好きだなって思ったんですよね。で気づいたらさ、このレンズの広角端ってほとんど使ってなくて、あの24も35も50もほとんど使ってなくて、まあ動画でね、たまに使ったりすることはあったんだけど、写真だとね、ほとんど使ってなくて、もう必ず望遠端かそのちょっと手前ぐらいしかね、写真で使ってなかったんですよね。じゃあ単焦点でいいじゃんみたいになって、いろいろ探した結果これにたどり着いたという感じですね。で他の候補は、あのシグマの 85mmF1.4DGDN っていうね、最近出たかなり画質が良くて評判のいい、あの最新のね、レンズがあって、まあ、それと結構悩んだんですけども、まあ、サイズがね、こっちの方がはるかに小さいっていうのと、こっちの方がね、結構寄れるんですよね。その寄れることによってね、いろいろ描写の幅も広がるし、あの使っててストレスもないのかなって思いましたので、まあ、こっちにしようかなと思った次第です。これでもね、フォーカス合うんじゃないかな。これだとちょっと合わないか。こんぐらい、あ、これで合いますね。今このレンズにピントが合ってて、これで撮れるぐらいですね。だいぶ近いですね。多分50センチだと思うんだけど、もうギリギリテーブルフォトもいけるぐらい、こうかなり上からグーって撮ればテーブルフォトもなんとかできなくもないっていう感じですね。まあそんな感じでね、まとめると 100mm 前後の描写がすごい好きなので買いましたという単純な話ではあるんですけども、あ、そうだ、ちょっとね、難点があって、でこれね、ちょっと調べとけばよかったなと思ったんだけど、あのね、フォーカスリングの質感はいいんだけど、なんかね、レスポンスがいまいちなんですよね。ちょっとね、説明しづらいんだけど、まあ、簡単に言うと、このフォーカスリングを回した時のレスポンスがちょっと悪くて、レスポンスが悪いっていうか、回してもね、そんなにあのフォーカス位置がずれないっていうか、
ここ見えるかな、今多分見えると思うんだけど、こんな感じで一生懸命回してもね、全然遠くに行ったり近くに行ったりしないのよ。だから相当回さなきゃいけなくて、これがねちょっとしんどいかなって思った。なんか個体差ではないと思うし、仕様だと思うんだけどね。なんかなんだっけ、シグマのレンズドックみたいなやつあるじゃないですか。こうレンズをプスって挿してるのを調整するみたいな、それでね調整できるのかなと思ったんだけど、多分ねできなさそうで、そこがちょっと難点かなと思ってて、でこのねいつも使ってる G レンズとかだとマニュアルにしてね、こうほらスーッといくじゃん、かなり動くでしょ、スーッと。でちょっと回すだけでスーッといくんですよ。でこれがね人によっては良かったり良くなかったりすると思うんだけど、僕はねこれぐらいがちょうど良くて、こうスーッとね動くこの感じ、これがねかなり好みだったんで、まあ、こういうのをね期待してたんですけども、ちょっとねなんか遅いっていうか、もうちょっと激しく動いてくれてもいいのになみたいな、そんな感じはするんだよね。ちょっともう一回見てみようか。こうでしょ、こうでしょ、ほらこれ結構回してんのに、ほら全然動かないの端っこから端っこまでもう全然いかないじゃんみたいな。だから対策としてはね、先にこうやって AFC でピーって合わせてあげて、そっからやってあげるっていうのがあると思うんだけど、でもさほらこうやってゆっくり回せばさ、もう全然動かないのよ。今ゆっくり回してんですけど、ほら全然動かないでしょ。これなんとかならんのかなって思うんですよね。だからそういうね難点がちょっとあって、これね結構痛い難点なんですよね。僕マニュアルすごい使うから、これはね期待してたっていうか、こっちの G レンズのね挙動が普通だと思ってたんですけども、ちょっとね遅いなって思うんですよね。これシグマのレンズが全部そうなのかわからないので、他のレンズをね持ってる人がいたらコメントしてほしいんですけども、そんな感じでちょっとねマニュアルの操作感は思ってたよりいまいちだったかなと思います。まあ、説明としてはそんな感じなので、前回とね同様にとりあえずこれをつけてお出かけして写真を撮りつつ、最後にね感想みたいな感じでいこうと思います。ダメ。はい、ということでこのねシグマの 90mmF2.8 の感想なんですけども、ねまず画角についてね、 90mm はねやっぱり自分にすごいフィットしてるというか、まあ、前回ねこの換算 35mm の富士フィルムレンズ、これもね自分にフィットしてますっていう話をしたんだけど、90も90でね相当好きですね。もう間違いなく買ってよかったなとは思ってるし、改めてねこういう中望遠好きだなって思いました。ね撮ってて本当に楽しい。絶対ねスマホじゃ撮れない絵が出るんですよ、まず、そこがね35とも違うところで、まあ、35はねお気軽で何でもカジュアルに撮れますっていうのは、まあ、それそうなんだけど、ちょっとね間違えれば、まあ、間違えなくてもねスマホとねそんな大差ない写真になりがちなんですよね。でもね中望遠の、まあ、特にフルサイズですねになってくると、もう絶対にスマホじゃ撮れないじゃんっていうのをバンバン撮れるんで、そこがね間違いなく楽しいですね。このボケ感もそうだし、この遠近感もそうだし、あとはこのレンズにね限って言えばかなり小さいのにそういうことができるっていうので、本当にね気になっている人はね手に入れて損はないと思います。で例えばさ、この富士フィルムのねレンズキャンプを持って撮っただけなんだけど、これすごくない？これがねフルサイズ中望遠の F2.8 開放じゃっていう感じで、
これ絶対スマホに撮れないでしょ、このボケ感とミラーレス感。これねすごいなって思って、しかもさ、これ左手でこのレンズキャップ持って右手で撮ってるんだけど、この距離感で撮れるんだって思って、中望遠なのに。だから冒頭にお伝えしたように、あの接写能力に惹かれて、あの 85mm の方じゃなくてね、この 90mm の方にしましたっていう話をしたんだけど、早速ねこの接写能力って大事だなっていうか、本当にね中望遠でこの距離で撮れるっていうのは楽しいなって思いましたね。あとはこの辺もね適当に並べて撮ってみたんだけど、そうこれがね中望遠の絵なんだよね。本当にこういっぱい物があるのに全部整っているというか、こういう構図さ、よくあの商品写真とかで見るじゃないですか。なんかこの辺にコスメみたいなの置いてあってさ、この辺になんか関係ないお花がいっぱい咲いてるみたいな、こういうのよくあるじゃないですか。これだよこれと思って、こういうのはね今後ねちょっと勉強していきたいなと思ってるんですよね、こういう商品写真みたいなやつ。まあこれはね本当にパパって置いて撮っただけだから、あのちょっとね配置もめちゃくちゃなんだけど、適当に置いてもこんぐらいこう様になるっていうか、なんかそれっぽい絵が撮れちゃうっていうのが中望遠の良さなのかなと思ってます。うん、これもそうだね、あのテーブルフォトもねギリギリいけました。これはねテーブルに置いてどんぐらいだろうな、多分ねこの辺にコーヒーを置いて、こんぐらいこんぐらいから撮ったような気がするんだけど、まあなんとかね置けます。そんなに狭い机じゃなければこういうのもできます。あ、でそうこれはねあのボケ感を見ようと思ってて、こっちがねあの F2.8 の開放なんですよね。でこっちが F4 まで絞ったやつですね。でねどっちもいいボケなんだけど、こっちのね開放だとこの猫目になるっていうか、これなんて言うんだっけ湾曲収差だっけ、あとでちょっと調べときますけども、まあこういうねちょっと曲がっちゃうんですよねボケが。でもね F4 だと結構丸くなって、しかもボケがねそんなに角張ってないので、これはねだいぶ綺麗に撮れるのかなと思います。あとはこの辺のスナップね、そう中望遠スナップね本当にね楽しいんですよね。そのもうねファインダーを覗いた時に余計なものがほとんどそぎ落とされていて、本当にねこう今自分が見てるものだけがこうパシャッと撮れるみたいな、まあ、そういう感覚がねすごい好きで、スナップ向きだと思うんですよね。このレンズも結構小さいですし、だからまたねこの換算 35mm の話になっちゃうんだけど、この35と90の組み合わせ、これがね個人的にはもう激ハマりというかこのハマりがねいつまで続くか分かんないんだけど、まあ、35mm は本当に、まあ、スマホと感覚はねかなり近いんだけども、あのスマホよりは多少狭くて、あのどん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 カジュアルに撮っていけるみたいな、で難しいことは考えずにもう綺麗だから撮ればいいじゃんみたいな、そんな感じでガンガン撮っていける、そういう画角ですね。で 90mm の方はそれよりももうちょっとなんだろう、写真を撮る楽しささっきと言ってること一緒だよって感じなんだけど、あの、まあ、こういう位置から撮れば前ボケが入って綺麗だなとか、まあ、もうちょっとね自分が移動してあの余計なものを写さないようにしようとか、なんかそういうことを考えながら、あのこういう写真になればいいなと思ってその考えをそのまま撮るみたいな、そういう感じのまた別の楽しさがあるんですよね。でそうだ、あと冒頭に言ったこのマニュアルフォーカスの話なんだけど、まあ確かにね遅いんだけど、まあ正直ねずっと使ってるとだんだん慣れてきたってのはある、まあこんなもんかなっていう気もしてきてて、でもやっぱりね鏡頭が小さいっていうのはメリットなんだけど、その分さその固定する力がちょっと弱いから、これをね回してる間結構ねグラグラしちゃうんだよね。しかも結構さ望遠だからさ、このマニュアルやってる間に結構ガタ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 揺れちゃってさ、でリングもそんなに軽くないし、結構ね力をちゃんとねこう力を加えてグッと回してあげなきゃいけない、しかもそれで遅いからやっぱちょっともたつくねやっぱねやっぱ慣れないかな慣れるって言ったけどやっぱちょっと気になる。うん、だからこれはねあの近くにヨドバシカメラとかマップカメラとかある人はね一度ね触ってみるといいかなと思います。まあ多分ね他のシグマレンズを持ってて、そのシグマレンズであのそんなに違和感を感じてない人はあの多分大丈夫だと思うんだけど、で僕みたいにね初めて DGDN のシリーズを買おうかなと思ってる人はマニュアル派だと
なおさら気になるというか一長一短なんだけどね、これはね、ぜひ確認した方がいいのかなと思っております。うん、まあそんな感じかな。前回の動画からね、あんまり日が経たないように連続で撮ってるんだけども、こんな感じでね、動画の更新頻度も巻き返していこうかなと思っております。で、次の動画をね、何にしようかなと思ってるんですけども、久々になんか解説動画っていうかね、みんなの役に立つ動画をちゃんと作ろうかなと思ってて、で、それがね、この α7S3 の設定の解説動画を作ろうかなと思ってて、で、α7 の4が国内でも発表されたらしくて、で、発売はね、いつになるかちょっと僕もわかんないんだけど、それがね、α7S3 と同じね、新しいメニューになってて、で、ボタンの配置もね、ほぼ一緒らしいんで、解説動画をね、出せば、この S3 ユーザーと4のユーザーどっちも役に立つのかななんて思ってるので、次回はね、解説動画にしようかなと思ってます。まあメニューのね、上から下までざっくり説明しつつ、カスタマイズボタンみたいなところのおすすめみたいなのも話していこうかなと思いますので、もしね、知りたいことがあれば今のうちにコメントいただければ、間に合ったらね、それも回答しようかなと思いますので、コメントもね、お待ちしております。ということで、次回の動画もよろしくお願いいたします。